あずまやの日々これ口実、どうぞよろしくお願いいたします。日々これ口実は禅の言葉ですが、文字通りですと毎日が素晴らしいという意味です。そこから毎日が良き日になるように努めるべきだとか、もっと突き詰めて一日一日をいいとか悪いとか言って一喜一憂するのではなく、常に今この時が大切で、どんな日であってもそれを良しとして受け入れましょうという意味があります。あずまやの日々これ口実では、今日は何の日から始めて、それに関連した事柄や歴史散歩的なことや言葉の処方箋があれば、そういったこともお話しいたします。なぜならば、歴史は繰り返す。昔からいいことも悪いこともあるんです。それをどう受け止めるかのヒントになれば幸いです。3月8日、今日は何の日？1852年の今日、高村光雲が生まれました。高村光雲は、仏師で彫刻家です。明治維新の後、廃仏毀釈運動の影響で仏師としての仕事がなく、また輸出用の象牙彫刻が流行する中、光雲は木彫りに専念したそうです。老猿というタイトルのこの作品は、1893年シカゴ万博に出品したもので、国の重要文化財です。上野恩賜公園の西郷隆盛像は高村光雲の作品です。もうすぐ桜の季節ですから、上野公園に行かれる方はご覧になってくださいね。ちなみに、西郷隆盛の連れている犬は後藤貞之の作で、高村光雲作ではありません。今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。